どうも、ローストビーフです。つうことで、まあ、とりあえずね、お知らせ、まあ、見ていきます。これ、まあ、再開催決定、ゲートディフェンダーズ、目覚めし、マリウと、協会騎士団。つうことでね、まあ、10月10日、まあ、明日の、まあ、16時より、まあ、レイドがね、またやることに なったそうです。でね、まあ、ここに書いてあるんですけども、ね、これ。またやんの、ブレイダー。まあ、こっちはいいや。とりあえず先にこっちレイド。で、まあ、協力オンラインバトル、ゲートディフェンダーズ、目覚めし、魔竜と協会騎士団、2014年10月10日16時より、まあ、再開決定。再開催となる今回のイベントでは、前回獲得したイベントポイントも持ち越しで開催。で、さらにイベントを、ポイント報酬や獲得イベントポイントも拡大して開催いたします。で、まあ、開催期間が、まあ、さっき言った通り2014年10月10日、まあ、明日の16時から長い、10月の17、1週間かな、15時59分まで。何これで注意、これちょっとね大事じゃないの。これ小さく書いてるけども、開催期間予告なく変更する場合があります。まあ、こっちはどうでもいいんですけども、目覚めし魔竜と協会騎士団の今後の再開の予定はございません。ゲートディフェンダーの次回開催は今後のお知らせをお待ちください。まあ、いわゆるゲートディフェンダー、このレイドに関しては、なんだ、まあ、やる予定はある。ただ、この目覚めし魔竜、レイドの中の、今回の協会騎士団編っていうのは、もう今回で終わりになる可能性が、まあ、ある、つうことになりますかね。これを読む限り。なんでね、累計のね、ラギーからっけ、あれとかね、手に入れてない人は、もう今回がもしかしたら最後のチャンスになる、可能性もね、なくはないんでね。ただね、この累計ポイントが、まあ、持ち越しになる、前回のポイントが持ち越しになるということなんですけども、そうなると何、10回目、100回目でもらえてたあれはもう、こっちとしてはもうもらえないってことなのかな。それだとね、だって俺の場合はね、ラギが手に入れたんで、確か10万ポイント？次が確か11万とかだから、あんまり旨味がないんだよな。どうせ30万は無理だろうし、この30万やる気にはならないな、なかなか。でね、なんだ、友達無料期間？無料、なんだ、行動入力して魔力ゼロになるかとか、あと、顔、発芽せポイントとか、あれに関しても全く何も書いてないんでね、まだちょっとわかんないんですけども、これ、まああるらしいです。んで、レイドじゃなくて、ブレイダーも、まあやると、これ土日やんのかな？土日月。で、またブレイダーがやりますと。まあ、これも別にもうそんなにね、お知らせしなくてもね、まあ、いいでしょう。まあ、これね、あたりも。まあそういうことですね。ちょっとね、本編とあんま関係ないんですけどもね、ちょっとね、今不機嫌でね、なんでかっていうと、さっきね、インゴルトだしたっけ、上級の1個の上のやつ、あれをね、取り終わって、録画した時には、まあ、クリアしたんですよ。ノーコンで。おーと思って、その後、魔力が残ってたんで、90ぐらい。まあ、あれ30じゃないですか。3回連続やって、3回連続、まあ、負けたっつうね。たまたま、録画した時だけたまたま勝って、連続で、その後の連続で3回目、ちょっと負けちゃってね。いや、結構むずいな、あれ。運があるな、ちょっと。ちょっとね、あーって感じですね、今。まあ、なんですけども、まあ、とりあえずね、ディフェンダー、まあ、やると。これ、どうかな？これ、どうしようかな？またね、なんだ、入力してできるって、あれができんだったら、どうせならね、なんか動画撮ってるじゃなくて、動画ね、せっかく見てくれてる、ね、俺の動画見てくれてる人と、ちょっとね、1回でも2回でもね、一緒にやってみたいな、っていうのがちょっとあるんで、
どうだろう。例えばね、まあ、9時、9時というか、まあ、21時、まあ、土日ですけども、土日の、まあ、平日も大丈夫かな。平日の、例えば21時に、例えば、このチャンネルの、どっかな、コメントが書ける場所とかあるのか、その後よくわかんないんですけど、そこにね、俺が最初入って、で、番号をそこに書いて、で、そこに入力してくれれば、まあ、できる。みたいなね、形にしてくれるとね、まあ、本来そういう形でね、やればね、面白いはずなんですけども、今だとね、もう勝手に、ね、なんだよ、そのネットっていうか、掲示板に書かれたやつを無差別にボン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 入力していくだけだから、それだとちょっとね、面白みがね、ないんだよね。せっかくね、その協力バトルって言ってるんだよね、協力オンラインバトル。どうせならね、まあ、知ってる人っていうかね、俺の中だとやっぱ動画見てくれてる人と一緒にやりたいなと思ってるんで、もしかしたらどうにかできないかなと思ってるんで、そのあたりもね、まあ、期待したり期待せず、待っててください。まあ、それぐらいかな、今回に関しては。ちょっとね、さっきの通り動画あれ撮ったんですけども、ちょっと先にこっちをお知らせしたいんで、まあ、イングルトとかあっちのやつはまた明日、明後日になっちゃうかもしれません。ちょっとね、申し訳ないんですけども、なんだ、メールじゃなくて、メッセージくれた方、それね、イングルトの方でね、返信、動画内で返信、まあ、なんだ、答えてるんで、そっちちょっとね、待っていただきたいです。すいません。ということでね、よいしょ。つうことで、まあ、レイド、まあ、急なんですけども、あ、ちょっと待って、終わりじゃない。まあ、終わりでもいいんだけども、これ、レイド、何、明日から、1週間やるっつうことは、これ、魔導杯がどうなんだろうな。月末に、やっぱ魔導杯やるっつうことになるんですかね。これがちょっとね、まだわかんないんですけども、俺、てっきりね、また、なんだ、月末に、まあ、レイド、4日間やって、で、まあ、来月、魔導杯、ことかなと思ったんですけども、これもしかしたら今月魔導杯あるかもしんないですね。今月レイドやって、魔導杯、もうやると。まあ、同時に、同時に期間を重ねないで、ちょっとずらしてやらせるみたいな感じになるんでしょうかね。まだちょっとわかんないんですけども、今月魔導杯やる可能性がなくはない感じになってきました。まあ、詳細はまあ、またね、もうてか、なんでこんなお知らせしてくんないのか全然わかんないんですけども、当日になったりとか、もう前日になって急にとかなんで、なかなか予想できないんですけどね。ということで、まあ、とりあえず、明日から、まあ、1週間、レイドやるよっていうお知らせでした。